記憶をたどれば夕暮れ走る小さな君、抱えきれない不安を募らせて家路を急ぐ。What's up and welcome to Earth Paramona Prelude to the Fallen episode 71. So, what are going to happen, or what is going to happen today in Ulteri's room? Is it going to have something with Fumidero, or is it gonna be just something completely random? Ulto! Inai yo da na. Right? Karura, Ulto o shiranai ka?ウルトなら勤めでしばらく戻ってきませんわよ。そうなのか。ウルトに何か用事がありまして。いや、ちょっとな。ウルトに当家の相談に乗ってやってほしいと頼むつもりだったが、なら仕方がない。邪魔したな。もう戻りますの？ゆっくりしてらしたらいいのに。用もないのに長居をするのも悪いからな。女の部屋を訪ねておいて何もせずに帰る方が意地悪いですわ。Wow. それって侮辱以外の何者でもありませんわよ。バカ言うな。私はただ当家のことで。当家がどうしましたの？ああ、実は。いや、何でもない。Actually, never mind, okay? そこまで話しておいて。My interest. I'm interested in that word. What is it that they're trying to okay, blah about, right? とにかく私はもう行く。Oh. I better get going. Oh. Do something bad again. Well, I mean, yeah. 今のは? Oh. 正常。カルラ殿に何か用事でもあったのだろうか? Oh. ごめん。少しばかりよろしいか?どうぞ。失礼する。実はウルトリー殿を探しているのだが、どこにも見当たらないのだ。あら、ウルトなら勤めでしばらく戻ってきませんわよ。ウルトがどうかして？いや、大したことではないのだ。Yeah, it's of no importance. そうか、しばらくお戻りになられないのか。Well. はい、すまなかった。では失礼する。お待ちなさいな。お、あなた悩んでますわね。それでウルトに相談しに来た。例えば、Is it about master? Oh. 主様のこととか。なぜそれを。Yeah. いや。何のことかそれが。We're just adding girls to the harem now. Like, let's not be around the bushes anymore. We have a lot of them. 隠しても無駄ですわ。同じ女、匂いでわかりますもの。ね。
だったら何だというのか。それがしを侮辱するつもりか。違いますわ。せっかくですし、私でよろしければ相談に乗りますわよ。いや、それは私はウルトによく相談を持ち込まれますわ。だからあなたが相談しても大丈夫だと思いませんこと。なるほど。それは何か違うだろう。だいたい、ウルトリー殿が機構に相談するというのも怪しい。でもこのままですと、エベンクルガの務めを果たせないのではなくて。知っているのか。エベンクルガ族はコポロを迎えると初めて里を出ることを許される。里を出る者は大抵が男であるが、まれに女が里を出ることがありますわ。そう、あなたのように。その場合、里の衆がその女に込める期待は大きいようですわね。何しろ、主に仕えるということは、同時に子種を授かるということ。それは部族に優れた新しい血を入れるという、いわば一族の命運を担っているのですもの。ところで、一つ気になることがあるんだけど、よろしいかしら？何か。あなた、男と女の営みというものを知っていますの？何を言うか、そのくらい当然知っている。殿方の隣で横になって目をつむっていることだ。簡単ではないか。Well, let's, for the sake of YouTube and everything, let's keep it there. Let's keep it here. But yeah. なんだその目は。違うとでも言うのか。Yeah. エベンクルガの恥さらしですわね。貴様、それがしを侮辱するか。I think she's pitying you more than insulting, but sure. 一族の期待を背負っているというのに、その低たらく。部族への裏切りに等しい物言いですわね。フラ、まさか、違うと言うとでも。呆れましたわ。本当にそれで正しいとでも思ってましたの？とはいえ、ちょっと腑に落ちませんわね。剣を振りすぎて常識が欠落しきっているとはいえ、新しい血を期待されるのなら、そのあたりのことは学ばされると思うのだけど。クリア。どうなのですの？実は、里を出る前、確かに何度かそんな時間を取らされた。だがそれがし、物の腑に必要なのは剣の腕を上げることだと。その時もずっと稽古を。もちろん使命は知っていた。だが、部族の命運を担うとまで期待されているとは思わず。それに気づかされたのは、里を出る前夜、長たちが切々と語られた時。その時にはもう、どうしたらよいかわからぬとは、とても言えない雰囲気で。それなりに知識はあったつもりなのだ。ただ横に寝転がっていることがですの。それがしは。それがしはどうすれば。仕方がありませんわ。その極意、私が教えて差し上げますわ。Alright. Let's hope that that is not taught here, and that we leave it at this, please. 本当か。頼む。こうなったら頼りは聞こうだけだ。この恩は決して忘れない。いいのですよ、気にしなくても。Yeah. 私たち、仲間ではなくて。おお、カルラ殿。Alright. Yeah. ヘシ。なぜか寒気が。Run down my spine just now, yeah?Alright, good. We're keeping it there. We're keeping it there. That's perfect. Holy shit, I was a bit afraid, but let's keep it like that for my channel's sake and YouTube and all the innocent children out there. Who I don't think actually watches this either way, because, yeah. But either way, yeah, it's just about eight minutes in. We will progress the story and see what happens.
気に入らん。 It's alright, it's him again. Yeah. Can't hold, hold daddy. Yeah. Whatever you, however you pronounce that. 何がでございますか? Yeah, oh, and I get to pronounce it as well. Both of their names. But Ponahoy is easier to pronounce, but Kanhurari glares at Ponahoy. 何か気に触ることを言いましたか? そんなこともわからないか。 What an idiot. 俺様が気に入らないと言ったら、クンネカムンのクソ虫どものことだ。Right. そうですね。そう言われてみれば、確かに気に入りませんとも。Yeah? ひねれば簡単に動かなくなる貧弱なクソ虫。それが生意気にもオーロを名乗る。Title of Oro。どんな手を使ったか知らねえが、ゲスで卑劣な方法に違いねえ。Right? 気に入らん。気に入らんぞ、クソ虫。Is he talking about Hakuoro and the gang? てめえ、あのクソ虫ども皆殺しにしろ。はっ!マヌケが、クソ虫どもを怒らず皆殺しにしろと言ったのだ。Right. そんな、俺様が気に入らんからだ。それだけの、てめえ、いつから俺様に口もたえできるようになって気に入らん。Wow. Yeah. I'm just looking forward to the moment where we just like kill him. Hopefully fairly slowly. Right? Yeah. Why did it come to this exactly? That's a good point. That's a good point. Finally. まさか、そのようなことを。主様は、あの通りのお方。ただ待っているだけでは、It will never come, right? So that's what they were talking about in, okay. しかし、それがしの方からというのは、愛というものは、強引にでもつかみ取るもの。それに殿方は、そういった積極的な女を好むものですわ。特に主様は、ね。Yeah. She speaks from her own personal experience with him. そうか。I presume. そうであったのか。Yeah. だ Alright. Yeah. 愛とは、己の手で掴むもの。父上、母上、今宵どうかは、right? 女になりまする。You will. Yeah. Shiver. どうしました?いや、何やらおかんが。Yeah.He's got the shields for some reason, yeah? That's accurate. Accurate. Oh, wait. Is it going to be time again? Yeah. Oof. Seijo! Yeah. Toka ka. Doshita? Doshita? Sonna tokoro ni tsutatte. I gave you permission to enter. Hairu no dewa nakatta no ka? Indeed. Ha! yeah, at least do something that I don't have to censor. Toka nods awkwardly and enters the room. Seijo. Hondi wa yoi tenki de arimasuru na. Yeah, well. Ma. But it's already evening. well, it can still be nice weather for, like, even if it's in the evening. I mean.それにしても暑いですな。そうか。今夜は少し冷え込んでいるようだが。Toka suddenly grabs her own head and starts mumbling to herself. 何をしている。しっかりしろ、Toka。お前は誉れ高きエヴェンクルガだぞ。こんなことで負けるな。何をブツブツ独り言。そうだ。正常は積極的な女が好みである。超相手は奪うもの。どうか。What? どうし。あ。Dash.正常。Toka crawls towards me in a frenzy. なんだ。その愛、頂戴いたしまする。は。うわ。あ。
Wait, Toka. What are you doing? Oh, right. Wow. I know I commented like a few episodes ago that because it looked like she didn't have any like boobs, but apparently she has. So I guess it's all about like how the clothing works, I guess. Have to do with this, yeah. In a way, but it's all completely wrong, yeah. Oh, yeah. That part can be. Wow. I don't really know whether she do whether she's doing it so that there will be less women added to his harem, but yeah. My face is getting wet between two soft areas. If I square, I'll get wedged in deeper. Wow. Whatever happened? Shake. Wow. I just see this kind of this funny little like their chibi figures and let's just shake. So Yusa's room, I can only imagine what that's going to be. Square, interesting. Because I don't really know how long, like, these episodes are going to be, or these events, rather. I am actually going to end it here, because it is, we're still approaching the, like, we're approaching the 18-minute mark, and so I think that's a pretty good length to stop at. But yeah, it's going to be interesting. I can kind of, in a way, imagine, like,
imagine what it can be. It can obviously be something completely different. But considering that Yusuha wants to bear Hakuoro's child, it's, yeah. I also think that I am at least nearing the kind of end of the series. I think I pointed it out a few episodes ago that I think I had like around 40 to 45 episodes left. And I think that is going to be the case. I think I'm closer to about 40 episodes left. I don't really know. Hopefully I will have like around 120 episodes at least of the main story in episode count. But I do believe that with him, the big guy that I'm not even going to try to pronounce his name, I think that's going to be like kind of the last arc before the actual final arc. I think that's going to be it. Elsewise, there might be two more arcs before the final arc. Honestly, I don't really know. I guess we'll see what it is. But I anticipate that we will have around 40 episodes left from this point on. But either way, I hope you enjoyed this video. And until next time, be cool.